はい、皆さんこんにちは。今日はトミカプレミアム RS の発表の日だね。あと8分とちょっとで発表になります。ちょっと見ていきたいと思います。で、このトミカプレミアム RS っていうのは多分カウンタックかなと思うんだけど、もう一つこっちの方にトミカプレミアムっていうのも今日発表になるんだよね。むしろこっちの方が気になるかな。5、4、3、2、1。はい、画面が切り替わったかな。なんか不思議な画面に切り替わったね。ちょっとページ更新してみようと思います。あ、はい、出たね。これを見るとトミカプレミアム RS はランボルギーニカウンタック LP500S だね。11月発売予定になってます。で、定価は3500円税別になってるね。43分の1のスケールです。そうね、下の方のページを見るとドアのところがシザードアが開きますってなってるね。で、エンジンフードも開くんだね。で、あとヘッドライトのところのリトラクタブルライトっていうのも開閉するんだね。で、予約開始は9月28日っていうなってるね。で、トミカプレミアム RS の YouTube で、これはタカラトミーの公式のページだね。これを見ると見れると思います。で、トミカプレミアム RS と同時に発表になったのがベーシックトミカの方だね。トミカプレミアムかなと思ったらベーシックの方だね。ナンバー64番 488GTB、 これフェラーリだよね。で、通常版がレッドで初回特別仕様がイエローだね。で、ここにトミカプレミアム RS ランボルギーニカウンタックが出てくるね。その上はトミカプレミアムはスバル DRZ だね。うん、これもかっこよさそうだよね。で、今年の夏に発売されたトミカのフェラーリっていうと、ラフェラーリのレッド、ブラック、テスタロスタ、レッド、ホワイト、イエローだね。あ、で、あとフェラーリショールームもあったね。あ、もう一つあったね。ラフェラーリのホワイトっていうのもあったね。トミカ博で買えなかったイベントモデル。また次回のトミカ博で買いたいと思います。はい、今日はトミカプレミアム RS の発表を見てみました。予想通り、まあカウンタックだったね。で、発売日は11月予定の、この予約開始が9月28日だね。うん、この発売の11月が楽しみだね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。